各駅停車。言わずと知れた各駅に停車して行く種別である。しかし、東急には、そんな常識を覆す各駅停車が存在するのである。今回は、そんな非常識な各駅停車を紹介して行こうと思う。名列車で行こう、東急電鉄編、初見殺しの各駅停車たち。川崎市の溝の口より、双子玉川、自由が丘、大岡山などを経由して大井町に至る、大井町線。急行と各駅停車の2種類の種別が存在するこの路線だが、単純に2種類であると決めつけることは、脳弁でテストを受けることと同じくらい危険である。なんと、大井町線では各駅停車がさらに2つに分かれているのだ。その各駅停車はそれぞれ青確定、緑確定と呼ばれている。どこぞのカップ麺を思い浮かべたくなるこの2つの各駅停車だが、実はこの2つをうまく使い分けないと後で非常に後悔する羽目になるのだ。というわけで天神橋筋6丁目から大井町線の路線図を引っ張り出してきたわけだが、ここで末端のニコタマ溝の口間をご覧いただきたい。ニコタマはナンバリングが OM15、溝の口は OM16 となっており、ナンバリング上は隣駅扱いである。しかし、この2駅間に明らかに大井町線の駅ではない2つの駅が存在する。二子新地、高津である。この2駅は DT8、DT9 と表記されているので、田園都市線の駅となる。ということは、大井町線の各駅停車は、田園都市線を走ると考えた、なるのもわからなくもない。しかし、大井町線の各駅停車を2つに区別するのは、この駅を通過するか否かという点なのだ。なお緑の各駅停車、すなわち G 角は双子新地、高津を通過する。ではなぜ、G 角は双子新地、高津を通過するのか。理由は単純である。この2駅にホームがないからである。そもそも G 角と B 角は別ルートとして扱った方が、この問題は理解しやすいだろう。実は G 角は双子新地、高津を通過と言われているが、単に大井町線の線路を走っているだけで特別何もない。実は双子新地、高津に停車する B 角のがむしろ特別な扱いとなっているのだ。先ほどから用意している、こちらの路線図に注目してほしい。緑色は田園都市線のルートを、橙色は大井町線のルートを、それぞれ表している。すると、大井町線が田園都市線のルートを曲がりしていることが、この図からわかるはずである。また、田園都市線線路容量の関係で、平日、ラッシュ時の B 確定の運行はなされていないのが特徴である。しかし、大井町線の各駅停車の名要素はこれで済むはずもないのだ。2006年3月のダイヤ改正からわずか2年間で消えたゲテモノ種別が存在するのである。もとより制作者は緑の各駅停車など解説する気は全くなく、早くこれを解説したかっただなんて言えないが、2006年の大井町線では、土休日の3往復に限って、区間急行なる種別が存在していたのである。それが田園都市線内、急行の各駅停車、大井町から中央林間の運転であった。この列車は、個人的にはかなりの名要素を持っていると思うので、詳しく解説しようと思う。2006年3月22日のダイヤ改正より、土休日上り3本、下り3本の計6本で運転を開始した大井町線直通急行。この時に中央林間を午前9時台に3本、大井町を20時台及び21時台に出発する3本がこの急行に当てられた。さて、視聴者諸君が最初に疑問に思ったこととしてなぜ土休日のみの運用なのかと思ったことだろう。中の人もいろいろ調べてみた中で、3つほど理由を見つけた。1つ目は背景の東急公式のプレスリリースに実際に書かれている、お出かけに便利になることである。
大井町線の終点でもある大井町にはとてもお高い東京臨海ボッタ、栗鉄道臨海線も走っているわけだが、大井町から臨海線に乗れば、お台場や新木場、リア充どもの溜まり場、京葉車両センターへのアクセスが容易になる。つまり大井町線直通急行は、お台場や需要を見越して土休日の3往復の設定になったと思われる。しかし、この急行が土休日のみに運転された理由は他にあるとされている。それこそが大井町線車両の両数の少なさである。2006年の大井町線がオール5両であったのは、当チャンネルのヘビー視聴者なら知ってるはずである。そして5両の急行を平日の田園都市線にぶっ込むと積み残しが発生することは火を見るよりも明らかだ。以上の点から大井町線直通急行は土休日のみの数少ない運用になったと考えられる。ちなみに余談だが、大井町線名物のクソダサグラデーション帯はこの直通急行運行開始時にできたカラーである。2008年3月28日、東急大井町線ダイヤ改正、新6線系のデビューと大井町線内急行運転開始の陰で、田園都市線内急行の大井町線確定は廃止された。廃止理由は大井町線での急行デビューによるものだ。この後、大井町線から中央林間へ向けて走る列車はしばらくは運転されていない。そして大井町線の5両編成は再び鷺沼大井町のみの運用に短縮された。以後、溝の口延伸を得て現在も大井町線の5両編成は鷺沼以西で客扱いをすることはない。現在、当時の大井町線の幻の運用を知るのは 907F と 901F の2編成のみとなった。しかし、大井町線のグラデーション帯を見たとき、かつての直通急行を思い出してあげてほしい。大井町線の緑色の各駅停車、田園都市線の駅を通過するその特徴は直通急行から引き継がれているようだ。果たして大井町線には今後どのようなカオスな各駅停車が誕生するのだろうか。もしも誕生したら、その列車の意義などを研究し公に発表してみたいものだ。